皆さん、こんにちは。滝沢勝成でございます。どうも皆さん、こんにちは。滝沢でございます。本日の動画は、滝沢勝成が普通にエレキギターの弦を交換する動画ということで、タイトルの通りでございます。僕が普通にこうね、ベラベラと喋りながらギターの弦を交換するだけの動画でございます。で、ちょっとね、面白がってストップウォッチをね、使って、なんか何分くらいで弦交換できるかみたいなこともやってみようかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。以前、アコギでもやったことがあるんですけども、今回エレキギターでレッツチャレンジしてみようかなと思います。必要なものは、ニッパー。で、交換する弦、ストリングスワインダー、そして音叉。で、必要によっては、ちょっとこうティッシュとかね、クロスとか吹くものがあるといいなという感じなので、ちょっとこのアイテムを、ちょっと目の前にセッティングいたしました。とりあえずまあ、バリベット喋りながらやろうかと思いますので、とりあえずまあ、スタートしてみましょう。まず、ストップウォッチ開始。何分で交換できるかな？レッツトライ。よかったら皆さんも一緒にチャレンジしてみてくださいませ。いくぜ。3、2、1、トゥルルルルルルまず、このストリングスワインダーを使って弦を外していくところからスタートです。ストラットとか、なんかこう、6連のものに関しては、このね、ペグがね、こういう感じで隣り合ってるとね、意外とこうね、ガツンガツンってぶつかって邪魔くさいんで、このね、まっすぐにしてあげると、良いかと思います。こんな感じ。そうすると、このワインダーを回しているときにね、それぞれのペグにワインダーが当たらずに済むので、スムーズに弦が外せるかなって感じですね。で、ある程度緩くなってきたらね、こんな感じでスポーンって抜いてあげれば、弦は外れますので、その順番に外していってあげましょう。で、ちょっとこの動画を参考にしていただく際のその注意点なんですけれども、なんとなくご存知かもしれませんけど、僕はすごく適当な性格なんですよ。とてつもなく、適当でございます。なので、こだわっている人からね、こだわっている人が、この動画を見ると、おい、滝沢、お前、全然その弦交換分かってねえじゃねえかみたいな感じになるかもしれないんですけれども、なんかその辺はちょっとご愛嬌で、許していただけますと幸いでございます。一応ね、この辺はこうすべきだけど、俺はやってないということも、お話しさせていただきますので、この辺はこうしなきゃいけないんだよということもお話ししながら、やらせていただきますので、その辺はちょっとご了承いただければって感じです。ただ、俺はやってないよっていうね、そういう感じでございます。とりあえず弦を外したら、この先っちょのところのこの邪魔臭いところを切っていきます。このクリクリしているところはね、ちょっとこの通らないというか、その邪魔臭いところになってしまうので、とりあえずこれを一旦切ります。タイムは1分37秒。弦を外すだけでも意外と時間かかるもんですね。なんとかバーバッとやって30秒くらいで外せないもんですかね。今後のタイム改善に期待でございます。このまま2分に突入しようとしております。弦を外すまで2分かかってしまうとは、なかなか弦を外すのも時間かかるもんですね。なんていう感じでございますが。はい。こんな感じ。で、こんな感じで、そのね、まあ、先っぽのね、くるくるしたところを切ったならば、あとはね、その弦を外していけば OK なので、ちょっとこのね、ちょっとこづいてあげて、後ろからボールエンドを引っ張ってあげましょう。外れろ、外れろ。外れろ、この畜生。こんな感じ。で、この辺からドワーッと出てくるんで、ドワババッと抜いてあげます。ちょっと6弦が突っかかるぞ。で、たまに1弦、2弦とかがすごいこのね、固着しちゃってくっついてね、その取れない時があるんですよ。1弦、2弦の細いところ。そういう時はこの6弦のこの太い弦とかで、ここからそのね、その穴をザザザッとこづいてあげて、そのボールエンドの固着を取ってあげましょう。で、取れた弦に関しては、ちょっと適当にばらまいてしまいましたが、ちょっと丁寧にいきましょう。ボールエンド側を束ねます。ボールエンド側を、こんな感じで束ねます。ちょっと待ってね。こんなことをしてたら3分になってしまった。前処しましょう。こんな感じでボールエンドを束ねるじゃないですか。で、ボールエンドを左手に持って、右手でこのくるくるしていきます。ボールエンドをこのレインボーってこう持ちますよね。で、こうレインボーっていうときに、その途中でそのレインボーをへし折るってこうレインボーをへし折ります。で、こう輪っかを作るわけですね。もう一回、左手でこうボールエンドを持ちます。で、レインボーって右手でこう持つけれども途中でへし折る。レインボーへし折る。で、このくるっといったときに、そのレインボーを奥の方に持っていくじゃないですか。で、この内側からこのレインボーを引っ張ってくると。こんな感じ。で、ちょっとこう引っ張ってあげて、この輪っかを小さくして、またさらにレインボーっつってやってあげて、レインボーマシーンっつって、で、このまたこの奥にやったものを、手前に輪っかに通してあげて、で、またレインボーマシーンってやってるときに、このまた内側にやってって感じで、で、レインボーマシーンってやって、そうするとこう、メビウスの輪が出来上がってね、この、
二階建てのバスが追い越してゆくってね、セブンデイズ・ウォーみたいな感じでね、セブンデイズ・ウォーでもメビウスの輪でもねえけど、そんな感じになるわけでございます。これでこうね、ポイってできるような状態になりました。意外とこの尖ってる部分とかね、刺さったりとかするとね、地味に痛いというか、痛くはないんですけど、腹が立つんで、腹が立たないようにこんな感じでまとめてあげると良いかと思います。で、ここから看護みになるのかな、ちょっと お近く、なんですか、お住まいの自治体のルールに従って、弦を捨ててあげてくださいませ。こんな感じ。で、普段、この、なんていうんだろう、そのピックガードの部分とか、このブリッジの部分とか、あとこのネックのヘッドか、ヘッドのこの辺とか、なんかこうね、弦が邪魔くさくて、その、吹けないじゃないですか。なんで、その、ホコリがすごい溜まってしまいがちなんですよ。そういったのをね、ちょっとね、このペペッと吹いてあげるとすごく良いかなという感じです。で、余裕があれば、そのオレンジオイルとかをね、その芝に塗ったりとかしてあげるといいんですけれども、今回はちょっとめんどくさいんで、それは割愛します。メンテナンス系の動画でその辺の話をしているので、よかったらそちらの動画を参考にしてみてください。痛っ今すっげえなんか超弦引っかかった。勢いよく出すもんじゃねえぜ。違うな、弦じゃねえな。このプラスチックのケースが、なんか今親指にすっげえ引っかかりました。切れたかと思った。でも切れてませんでした。ダダリオのニューヨーク XL。今回はこちらの弦を、ね、貼っていこうかなと思います。ダダリオのニューヨーク XL。いつでしたっけ？結構最近ですよね。4年前ぐらいにこの発売して、ね、なんかこう、すごい勢いをこうバーッと発売したわけよ。なんか使ってる人あんま見たことない気がするんですけど、どうなんですかね。まあ、ちょっとこう高い弦なんですよ。コーティング弦ではないと思うんですけど、コーティングなのかなこれ。ちょっとわかんないんですけど。なんかまあ、ダダリオがね、そのね、超絶いい弦作るぜみたいな感じでね、気合入れて作ったパッケージで、ニューヨーク XL っていうね、商品名でそのリリースしたんですけれども、なんか僕はこれを今回初めて使うんですけど、使ってる人見たことないなって感じですけどね。いいのかな？ちょっとその辺も楽しみですね。で、こんな感じで、弦を外していきます。で、ダダリオの場合はね、そのボールエンドにこの色がついてて、これ金色と赤じゃないですか。で、この色によって、何弦っていうのを表してくれているので、その弦の通りに入れていきます。レインボーマシーンってこれ逆やんけ。何やってんねん。逆やんけ。何年ギターやってんだって話ですよね。一応これでも23年ギターやってるんですけど、アホかっていう話ですよ。レインボーマシーン。レインボーマシーン。なんかこうね、虹を作るトラックがあるわけですよ。虹を作るトラックが。で、こう、虹を作るときにはね、そのレインボーマシーン、なんかこの、なんかタンクローリーみたいな形してる車なんですけど、そのレインボーマシーンを、その大人の人たちがね、その操作して、この雨上がりの夜に、昼とかにですね、このね、いろいろこうね、絵の具とかをね、そのタンクの中にガーッと入れて、こう、レインボーを作るわけですよね。で、子供たちはそのレインボーを見てこう、わーって喜ぶんだけども、あるときその子供たちはちょっとこうさ、悪さを企ててさ、俺らもちょっとこうレインボーを作っちゃおうぜみたいな感じで、そのレインボーマシーンを運転するおじさんたちが、近くのハンバーガーショップでそのご飯食べてる隙を狙って車をかっさらってしまうんですよ。で、子供たちはもうね、やったー、このレインボーマシーン手に入れたみたいな感じですごいもう、ね、はしゃぐんですけれども、まあ、この公園について、レインボーマシーンをその電源入れて、そのね、いろいろこうインク入れたりとかして、この、ね、スイッチオンにしたところで、なんか知んないけど、すごいわけわかんないことになってしまったと。レインボーを作りたいんだけど、なんかすごいこうね、汚いような、なんかこう全然綺麗じゃないのが出てしまったりとか、あとなんかそのね、レインボーをこうバーンってやるつもりなんだけど、なんかそういう空がね、真っ赤に染まっちゃったりとか、真っ青に染まっちゃったりとか、なんか真っ黒になっちゃったりとか、夜になっちゃったりとかして、もう子供たちは超大慌て、やべ、レインボーマシン使って俺らレインボー作るつもりだったんだけど、なんか世の中おかしいことになっちまったみたいな感じですごい困ってたら、そのハンバーガーショップでハンバーガーを食べてたレインボーおじさんの職人さんたちがですね、気づくわけですよ。あれちょっと空の様子が違うぞ、つって。で、そこでこうね、あ、レインボーマシンが盗まれてるってことにおじさん、やっとそこで気づくんですよ。で、こうね、あのレインボーマシンのあの変な色はどっから出てるんだっつって、あの公園からだっつって、こうバババッつって、おじさんたちが駆けつけて、子供たちをバーンって、お前らどけよっつって感じでやって、で、そのレインボーマシンは、そのまたこうね、あの空の色を元に戻して、綺麗なレインボーを出して、めでたしめでたしっていう、なんかそういうね、レインボーマシーンっていう、そういう感じですね。気がつけば8分経ちましたね。8分半でございます。レインボーマシーン。何の話だっけ？そう。
弦の話をするのを忘れてました。今、僕はギターの話をしようとしたんでした。レインボーマシンの話ではない。5弦をこの瓶で伸ばしますよね。瓶で伸ばしますよね。で、ここ僕は基本的にこの5弦にこの巻かなきゃいけないこの弦、ここのポストあるじゃないですか。巻かなければいけないポストの1個、2個ぐらい向こうで切るという動作をいつも僕はしております。で、ここ一つちょっとワンポイントがありまして、そのバチンってこう、ニッパーでこう切ったときの衝撃で、この巻き弦、このね、ばばばって、新線と巻き弦ってあるじゃないですか。この巻き弦がその、ね、緩んでしまうっていう人がいるんですよ。で、その緩み防止のために、一回こう折り目をつけて、この切るっていう人も中にはいらっしゃいます。とても丁寧な方法だと思います。そうするとね、このね、もしそのたわみがね、そのばばばって緩もうとしても、その折り目により、へちょろそうって感じになるんですけども、僕はもうこういうのは別にめんどくさいので、全然気にせずに普通にもうバチンと切っちゃいます。でもそういう気にする人は、そういうふうにやってください。僕はやりません。で、ここに巻く弦なんで、1個、2個向こう先。で、さっき そのレインボーマシンの話は何だったかというと、普通にそのイギリスの絵本でそういうのがあったんです。この間読んでたんですけど、レインボーマシンって言って、よかったら、調べてみてくださいませ。イギリスの英語の、イギリスの小学校とかで使う本なのかな。子供たちが読むような国語の教科書みたいな感じでね、そういった話がありましたので、よかったら見てみると、そんなに面白くないかもしれません。やっぱ絵本ってなんかこうね、ちょっとなんかこう、ものによるというか、いろいろありますからね。面白い絵本は面白いんですけどね。なんかやっぱその、スイミーとかなんか僕らこう、ね、小学校の時にやりましたけど、なんかスイミー超覚えてますね。なんか知らないけど。なんかスイミーはすごく、なんか良かったなとなんか、ね、今だっても思うんですよね、睡眠。でも他にもそのなんかこのカブトムシの一生とか、 なんか、ね、そういった細かいことを覚えてるんですけどもね、国語の授業にたくさん物語を読んだはずなんだけど、なんか意外と覚えてねえなみたいな。でもその中でその、ね、このがっつり覚えてるものはですね、なんかこうやっぱ印象強かったというか、その睡眠とかカブトムシの一生もそうだったと思うんですけども、うん、やっぱそういう大人になっても心に残るような、動画をこれからも作っていきたいですね。なんか何の話か全然分からなくなってましたね。そう、僕は原稿かもしれないです。もう11分経ってしまった。こんなことで、こんなことではいかん。こんなことではいかん。あ、で、そう、コツなんですけれども、右手で、この弦を押さえて、こんな感じで、この人差し指でこう引っ張ってあげたりとかしながら、このある程度張力を保ちながら、この弦を巻いていってあげるわけですね。で、今この巻いているところが、その下に行くように、下に行くように巻いていってあげます。まあ、ポストがあります。で、こう巻いていきます。で、その巻いているところがね、その下に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 、奥の方に奥の方に行くように巻いてあげると。それが一つコツでございます。もう一回、右手で、まずポストに刺す。で、ここからちょっとこの折り目をつけてあげます。折り目、クククッと一回。そうするとね、この引っ張っても外れないので、このまま引っ張ったまま、ペグを巻いていってあげると。意外とこれかん、ね、簡単そうにね、このツルツルって言ってますけれども、ね、意外とこうね、ツルツルってできないものなんですよね。そのギターに慣れないうちは。なんかちょっと原稿やってみようかなみたいな感じで、こうチャレンジした方がいいけど、なんかやたら難しいじゃねえかみたいな時もあったりとかするんですけれども、まあなんで、なんかこうね、結構慣れなんでね、その何本も何本も何回も何回もやってれば、こんな感じでツルツルとできるようになります。ワインマシン。そんな感じで、なんだかんだで、1弦まで。終わりました。これ、アコギの時なんか僕10分切ってた気がするんですけど、なんか全然終わってないですね。なんでだろう。なんか余計な話してるからかな。なんでかわからないけど、すごい時間かかってるんですけど、エレキギターの場合は難しいのかもしれません。で、こんな感じで弦が張りました。で、ここからそのチューニングをしていくわけなんですけれども、僕の場合は基本的に音差を使っていきます。プーンつって、ここね、膝とかでこう、鳴らすと、なんかこう、わかります？今度すごいこのね、共鳴するんですよ。これ 440Hz だったんですけど、これを、あんまり美しくないんですけど、ここの部分を噛むと骨伝導で、私の脳みそに 440Hz が土直球、土直球、土直撃。で、この5弦の5フレットの 440Hz にはまず合わせます。そして、ここからチューニングしていきます。こんな感じ。で、またこうね、チューニングすると、そのブリッジが起き上がって、そのまたずれているので、これを3回、4回ぐらい繰り返します。土直撃。あー、ウィリー。
こんな感じ。もう一回。ロジック劇。もう一回。行き過ぎた、行き過ぎた。うん、もう最後かな。次は最後。14分32秒。うおー、すごい時間かかってしまいました。いやー、エレキギターの弦を変えるの大変ですね。特にこの巻き弦のこのくるくるしたところ、こうパチンパチンってするところが一番大変だったなという感じでございます。あと、あれですね、その僕の今回 その感想戦としては、そのスイミーはやっぱりすごいいい話だったということをですね、皆様にそのやっぱ伝えたいということでございますね。スイミーのような、動画をこれからも作っていきたいと思うところでございます。というわけで、今回の動画で私、エレキギターの弦交換にかかった時間は、14分32秒4。まあ、よかったら皆様もこの記録に挑戦してみてくださいませ。僕もあと1回、そうですね、ちゃんと真面目にやれば多分半分ぐらいになる気がします。6分、7分ぐらいでできるような気がしますけれども、今回のタイムは、惜しい。でもまあ初回にしてはまあ悪くないタイムだろう。グフフフフフみたいな感じで、僕ドラえもんという感じでございました。それではまた違う動画で。あ、そうそうそう。で、その、ね、弦張ったばっかの子で、ちょっとこうね、チューニングがね、その、ずれやすくなっているので、ちょっとこう引っ張ったりとかね、してあげると、良いかと思います。軽くね、この引っ張ってあげると、こうね、緩みみたいなのが取れてきて、よりチューニングが安定しやすくなるので、何回かこう引っ張ったりとかして、チューニングを合わせたりとかしてあげましょう。こんな感じ。わお！速攻ずれましたね。わお！せっかくチューニングしたのに台無し！そんな感じでございます。まあ、皆さんも慣れればね、そのパパってこうね、ささっとこうツルツルっと言語化できるようになるので、よかったら、参考にしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。参考になるのかな、これ。まあいいや。そんな感じで、また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、バーイ、じゃあね、ツルツル。